やあ、遠くから足音が聞こえたけど、うん、やはり君だったか。ああ、本の中に書かれていた桃源郷とは、おそらくこのような場所のことを言うのだろう。静かで快適な環境、時間を忘れてしまうほど実験に専念することができる。うん、君の創意を十分に生かしてくれればそれだけでいい。僕はどこにいてもスケッチをすることがあるから、君が飾り付けた洞天内は僕にとってインスピレーションの源でもあるんだ。君に感謝してる。何か用か？ここには不吉なものがない。清く静かな場所だ。だがのどかすぎる。お前のために我がこの浄土を守ろう。しかし我は平穏な暮らしとは無縁の存在。お前の行為は、しかと受け取った。